今日はなんだかゴージャスですね。一体どこにいるんでしょうか。あやチャンネルスタート。パパカパー、皆さんこんにちは、中田あやです。マレーシアクアラルンプールからお届けしています。今日も私は美味しいものを食べに行くんですが、今日これから行くのは日本食、日本式のレストランです。マレーシアのクアラルンプールには美味しい日本食のレストランがたくさんあります。その中でも最近話題の、最近オープンしたばかりの日本式焼肉レストランに行こうと思います。なんだか普通の焼肉レストランとはちょっと違うみたいです。楽しみですね。では早速行ってみましょう。レッツゴー、ジャムジャム。ちょっとね、穴場の場所にありまして、ここら辺なんですけど、ありました。そのお店はこちらの STEG ホテルにあります。ホテルのメインエントランスではなく違う入り口から入ります。はい、こちらに専用の入り口があります。エレベーターで上に行きます。すごい、なんか、あ、エレベーターの中も緑がいっぱい、なんかワクワクしますね。あ、見ました、上ですね。ここも緑がいっぱい、ジャングルっぽい。さらにジャングルを登っていくと、こちらがその焼肉屋さん、牛脚です。焼肉屋さんとは思えないおしゃれ空間。お店の入り口にはスポーツ好きにはたまらないお宝グッズの数々が展示されています。これを見に来るだけでも楽しいですよね。明るい時はこんな感じ。日が暮れるとグッドムーディーになります。こちらはバースペースなので、焼肉を食べなくてもルーフトップバーとして楽しむことができます。シーシャもありますよ。緑がいっぱい、こういう雰囲気なのも珍しいですよね。こんな緑いっぱいの焼肉屋さんで、ここ景色もすごいんですよ。ツインタワーが見える。ジャングルにいるようなこちらの個室のお席からもバッチリツインタワーが見えます。あ、来ました。はい。まずナムルとキムチ。こちらではマレーシア産のお野菜を使っていて、キムチ、ナムル、タレなどはすべてお店の手作りです。いただきます。どれから食べよう。おいしい。なんかお肉以外もこういうもの全部おいしいって嬉しいですよね。おいしい。次は何かな。ユッケです。私大好きユッケ。なかなかね、マレーシアだと生卵とか生のものって食べれないんですよ。もうほんと貴重です。黄身を潰すこの瞬間たまりません。そしてレバ刺しも来ました。
やこういうのをマレーシアで安全に美味しく食べるって本当にね、なかなかない機会なんです。美しいレバ刺し、ユッケが来た、レバ刺しが来たって言ってるうちに周りもだいぶ暗くなって、外の景色もね、綺麗になってきました。ムードが出てきましたね。ツインタワーのライトアップが綺麗です。このユッケはたくあんが入っているらしいです。間違いない。次はね、レバ刺し。レバ刺しって好んで頼まない方なんですけど、うん、美味しい。あ、これは美味しい。お肉来ました。お肉、わかります？これね、煙が出ないんですよ。こう普通焼肉ってモクモクモクって煙が出るじゃないですか。女性としてはね、煙がいっぱい出ると美味しそうな匂いはするけど厄介だったりしますよね。これは煙が出なくて、低温で柔らかくお肉が焼けるそうなんです。タレが辛いのと甘いのと、横にレモンが乗ってます。お肉をレモンの上にチョンチョンってして食べる。おー、いただきます。肉厚。一口でいけるかな。こういうマレーシアにある日本スタイルのお店ってすごく日本を意識してて、桜とか富士山とかそういう内装のところが多かったりするんですけど、ここは日本人が思うマレーシアっていうイメージがすごく現れてて素敵だと思います。この個室なんかすごくこうジャングルみたいに緑がたくさんあって、窓からは綺麗にツインタワーが見える。マレーシアに旅行に来た方なんかも楽しめると思います。やってきました、お肉の舟盛り。なんともお肉が美しい。これすっごい迫力ですよね。お肉の舟盛り、これテンション上がりますね。こちらには優しい日本人シェフがいらっしゃって、お食事のこといろいろ教えてくれます。すっかり日が暮れて、ツインタワーがひときわ輝いています。こちらの冷麺は普通の冷麺じゃないんです。技あり冷麺、詳しくはぜひお店で体験してみてください。あー、すごい。これは一体何でしょうか。卵かけご飯。こちらなんと卵かけご飯 TKG でございます。すごい豪華。オプション全部乗せっていうのを頼んだらこんなの来ましたよ。すごい。これ食べたことない、こんな豪華な卵かけご飯。贅沢。いや本当悩んじゃうな、これ。これはね、ぜひ食べてほしい。これ本当、これはいい、これはいいですよ。お肉以外にも見どころが多すぎて困っちゃう。めっちゃ来た。デザートが来ました。ここのレストランは何がすごいって、
焼肉屋さんなのにデザートがすっごく本格的なんですよ。なんとデザートタイムにトリュフの登場です。プリンに乗せちゃいます。焼肉屋さんって普通ね、最後にアイスクリームがちょこっときて、お口直し、お口さっぱりでごちそうさまっていう感じなんですけど、ここはね、もう本当に美味しいデザートがあるんです。もう今まで散々、あ、美味しい美味しい美味しいって騒いで、最後にまた、あ、かわいい、美味しそうって、もうね、ずっと大はしゃぎですよ。溶けちゃうといけないから、このアイスからいただきます。最高ですよ、至れり尽くせり。お腹いっぱいになったので、バースペースでまったりしたいと思います。ツインタワーが美しい。私も何かいただきたいと思います。日本人のバーテンダーさんがマンゴスチンを使ったノンアルコールカクテルを作ってくださいました。美味しそう。ツインタワーを眺めながらのこんな時間、いいですね。今日はマレーシアの本格日本式焼肉&バーの牛極さんにお邪魔しました。ぜひね、マレーシアにいらっしゃる日本人の方も、あとマレーシアに旅行で来た方も、マレーシア人の方も、皆さんぜひね、こちらのレストラン体験してみてほしいです。マレーシアの方も、ひょっとしたら日本式の焼肉よくわからないっていう方もいるかもしれないので、こんなに柔らかくて美味しいんだ、いろんな繊細な味付けがあるんだっていうのを体験してもらいたいと思います。これからもマレーシアの様々な景色をお届けしたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チュンパラッキー。